怪しい感じで、はい、抑止技で空中浮遊しちゃったり、ね、なんかしますね。ナルシムは今回あの必殺技でいろんな飛び道具を持ってます、まずヨガファイヤーですね、はい、マジでボタンをホールドすることによってタイミングずらしてこうヒット数が上がったりとか、うん、それちょっとね特殊な性能があります。あとはですね、放物線を描くヨガアーチ、これストリートファイター5であった、はい、技なんですけども、横とねこのアーチと両方使っていけるようになりました。さらにですね、あと新しくてですね、空中からヨガファイヤーを打つことができるヨガコメットって技が入りました。なので飛び道具をね使って相手にこう距離を取りながらね、ナルシムの有利な位置でこう戦っていくみたいなのが基本になっているかと思います。そしてですね、今度はスーパーアーツのレベル1、ヨガインフェルノなんですけども、これにもちょっとね特徴があってですね、はい、はい、ちょっとレベル1、あ、レベル1、ごめんなさい、弱で出すと、地面に向かって吐く、はい、技になっていて、そうですね、ちょっとリーチがある感じになってます。中はですね、波打つような技になっていて、今日はですねちょっと耐久性能があるような技になってます。なるほど、はい、なのでね、このいろんなヨガ、インフェルノね、ヨガファイヤーを使って相手と戦っていくようなキャラクターになっています。それじゃあね、今度エドモンの本題に行きます。はい、それ